諏訪支店地図、JR バス関東諏訪支店は、長野県諏訪郡下諏訪町にある JR バス関東の営業所。諏訪ナンバー。1933年、鉄道線の短絡という目的で開設された上諏訪、下諏訪とマリコ町を結ぶ路線の運行開始とともに、本支店の前身となる、下諏訪営業所が開設されたのが始まりである。白樺湖などの観光地があり、 国鉄時代から、下諏訪駅からの和田峠南線や上、諏訪駅からの霧ヶ峰線が運行されていた。1989年までは途中で和田峠北線に乗り継いで上田駅まで出ることができた。しかし、利用者の減少により季節運行となった。ビーナスラインが無料開放された時期には増発なども試みたが、 目立った効果が見られなかったために2004年には運行取り留めとなってしまった。鉄道線のフィーダーの役目を果たす諏訪線を2005年に廃止された。2008年3月31日の和田峠、南線の下諏訪駅を乗りつ豊橋間の廃止により、一般路線の受け持ちがなくなり、高速バス、貸切バスとコミュニティバスを担当する支店となっている。高速バスは、 中央高速バススは、岡谷線を開業当初より担当しており、現在は定期便に往復と週末などに運行される、続行便も担当している。さらにスンプライナーも間合いで担当している。以前には、ドリーム、シガゴやニュードリーム、名古屋号、中央ライナーなどもスワコ SA で乗務員交代する、形で担当していた。以前には、新宿岡野線からスンプライナーと、 新宿佐野線を3日工程で担当する交番もあった。車両整備工場をもとないため、車両の整備は中央同士店に委託している。2020年4月1日現在、11台6台、貸切登録者1台が配置されている。中央高速バススは岡谷線に充当される h 五十四から万四百二号車現在は高速車と市町村から委託された。 コミュニティバスが配置されている。貸切車は、ビューバスが、毎年、観光シーズン期間に配置されている。ハイデッカー4列シート40人乗り、後部ワイドトイレ仕様の日の、セレガ3台とラクザ4列シート40人乗り、後部トイレ仕様の三菱ふそう、エアロエース1台が配置されている。共に、新車からの配置ではなくすべて、東京支店からの転入である。 2018年1月には、車内で使えるフリー Wi-Fi 型視点に先駆けて導入された。各号ごとの専用カラーの車両と JR バス、関東標準色の共通予備車が配置されている。ビューバスの観光シーズン期間の未配置が定例化している。最近では元スカイツリーシャトル、東京専用の日のセレガのビューバスが期間配置されることが多い。 2021年4月には、立山支店より、三菱扶桑エアロキングのオープントップバス、メープルスカイが、転入、5月から7月までの土曜、日曜、祝日に、諏訪湖周遊の定期観光バスとして運行される。以前は、国鉄中部自動車局の管轄であったため、稲や小室と共に、UD トラックスの車両が主だったが、民営化以降は、支店が、 車両導入を決められることもあり、引き続いて日産ディーゼル製が新車に採用されていた。観光路線を多く抱えていたこともあり、観光仕様の大型車両が多かった。しかし、相次ぐ観光路線からの撤退により、中型車のみでの運用となり、1989年には西高車体の日産ディーゼルスペースランナーが導入されていた。これは JR バス。 関東初のワンステップ車でもあった。諏訪岡谷線開業からしばらくは、日産ディーゼル、富士重工ボディで運行され、車両をグレードアップするため、東京支店のスーパーハイデッカーの三菱不装、エアロクイーン W と交換された。その後、東京支店から転入の三菱不装、エアロバスと新車の三菱不装、ニューエアロバスに置き換えされた。 2003年には日産ディーゼルスペースアローシー1型ボディが新車で配置された。2004年には東京支店からイスズガーラが転属してきた。2005年4月には日産ディーゼルスペースアロー S 型ボディが長野原支店から転属してきた。これ以降の主力となる三菱ふそエアロエースが配置されることになるが、この車種では当初から動きが大きく、 まずいは、気高速支店から三十八座席仕様の h 六百五十四から零七四一二が転入。次に、長野原支店から四十座席仕様の h 六百五十四から零七四一七が転入したが、零七四一七は二千十八年に、土浦支店に転属した。二千十年三月に、土浦支店から、日野、セレガ FS が転属してきた二千十年八月には、 東京支店から日産ディーゼルスペースアローが転属してきた。2010年10月に東京支店から H654 から08401から08404、09403が転入し、H654 から0741には中央道東葛支店の H654 から07411ともに東京支店に転属した。その際に、 H654 から98,415と H657 から97,414が廃車になった。その後、2016年9月から佐野支店の車両で諏訪岡谷線の一往復を運行することになり、H654 から8,403.08404は佐野支店に転出。2017年3月下旬頃、 佐野支店車両の諏訪岡谷線運用が戻ってきた際に、長野原支店から H654 から08423が転入した。2018年3月に、古参社の置き換えで、岩木支店から H654 から1402が転入した。2020年10月に、東京支店から H654 から09404も転入した。千二十一年六月に、 東京支店から40座席、後部ワイドトイレ仕様の日のセレガの H657 から18,407から18,409が転入。今まで主力であったエアロエースは H654 から09404を残しすべて転属した。2015年4月にシルキーバスの三菱不走、ローザから日のリエッセに世代交代した。 リエッセはもともと JR バス、関東標準カラーの予備車であったが、この時点でシルキーバス塗装に塗り替えられた。2018年12月にスワンバスの三菱不装、エアロミディ MJ ワンステップバスから日野、ポンチョの新車に世代交代した。2019年10月8日にアザミ号の三菱不装、ローザから日野、ポンチョの新車に世代交代した。 以前には三菱不装、エアロクイーン1やディーゼル、電気式ハイブリッド車の日のセレガイ 1IMR のビューバスが新車から長期にわたって配置されていた。三菱不装、エアロバスが配置されていた時期もあった。支店構内の月決め駐車場を管理、運営している。ありがとうございます。